敗です。ノクターン。ジーコです。ノクターン。さて、今回もマップ埋めですよ。リヒター相手に有効です。まずは白入り口のところを埋めましょうか。これからの展望をちょっと考えてました。狼に変身して、走ろうとしても、敵に当たると解除します。かわいい。入り口には、ハウルアーマーが待ち構えてます。まあ、大したことないです。あらよっと。むごい。なんか見えてるね。あれを取ります。狼で速く走れるようになりました。ほんと、やった。ここにはクロスが置いてあります。消費ハートが100なので、オイトレは使えませんけど、速くなると、敵は貫通できます。ただ、MP の消費が半端ないです。あ、何やってんの。でもまた狼を見せますよ。ちょ、セリフがさっきからかぶってます。敵に当たるたびに、どっちに MP 持ってかれます。よっと。だから、なんでクローンには厳しいのよ。可愛くても、魔物ですから。無事埋められました。さて、帰りますよ。はぁ、うくちぃ。今日はもう大満足。それなら、よかったです。顔怖い。あ、メデューサのですか。ごめんなさい。でも我慢なさい。何人踏んでるのよ。回復だけしておきます。一瞬で全回復は美味しいね。次はどこへ向かうの。敵の部屋の右上です。その前に、ここもありましたね。サブウェポンばかり。
はい。ちょっと見てみましょうか。こんな感じです。このはまだ使ったことありませんでしたね。こんな軌道を描きます。またワンちゃんのスキル。喜んでください。必殺技が出せますよ。え、しょぼいっていう顔をしないでください。あのまま全力疾走ができるんです。ついでにこれも失敗。確認して一なる者よ、ここに集え。研磨の必殺技です。なんかかっこいいね。これで全ての必殺技を覚えました。ちょっと聖書も見てみますか。記録は使えません。超鉱石はこんな感じ。アグネアはなんでよ。敵に当てないと効果がわかりにくいんです。かといって場面転換すると聖水がなくなる苦渋の決断でした。ん、まあ筋は通ってるか。そういえばだんだん研磨が頭良くなってますね。敵の近くを攻撃してくれます。さて、ようやくボスの部屋へ行きますよ。わざわざ下から行く必要はありません。障害物競争の気分です。ふん。ここです。使いま、コウモリをゲットです。この子も喋りません。あ、ハート出した。コウモリに変身すると、くっついてきます。解除すると、ハテナです。感情があるのね。周辺部でいう、オプションです。なんだ。さて、次は礼拝堂へ行きます。階段の上の壺を壊しますよ。そういえば残してたもんね。と思わせぶりなところで今回はここまでです。え、何よ。ごめんなさい。また次回をお楽しみに。ノクターン。まったく急なんだから。ノクターン。